家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は木作液についてお話ししたいと思います。木作液についてはコメントでもいろいろご質問があったりしますので、木作液の使い方について詳しく踏み込んでご説明をしていきたいと思います。最後に質問コーナーにもお答えしますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。こちらに選びました木作液の原液があります。こちらの成分表を見てみますと、原材料広葉樹ということですので、広葉樹の場合あまり害になるような成分はないと思うのでいいかと思います。針葉樹の場合あまり良くないのではないかということを聞いたこともありますので、私自身は広葉樹を原料にしたものを選ばれることをお勧めします。この木作図見ていただきますと、色はやや黄色みがかったワインレッド、それで非常に透明感の高い木作液です。これは不純物があまり含まれていないということだと思いますので、このような木作液を選ばれることをお勧めします。あまり安価なものは原料に建築廃材などを使っている可能性もないことはないと思いますので、あまり選ばれない方がいいと思います。いずれにしても希釈倍率が大きいものですから、1本でかなり長い間使えることになりますので、少々根が張っても良い品質のものを選んだ方がいいと思います。木作液というのは昔から使われている伝統的な農業資材なので、良質のものであれば非常に有用な資材だと思います。ただし最近になって先ほど申し上げたような建築廃材などを原料にした不良品が出回ったようで、そういう不良品の噂が一人歩きをして木作液は良くないというような風評が出来上がった可能性はあります。品質の良いものを選ばれれば何の問題もないと思いますので、できるだけ品質の良いものを選ばれて活用していただいたらいいと思います。木作液の実際の使い方ですけれども、いろいろな用途に使えます。例えばコンポストを作っておられる方、長もみの匂いが少しするということような時には、100倍ぐらいに薄めた木作液を混ぜ込むと、消臭効果がある。同じく、家畜などで糞尿が臭う場合もやはり、100倍ぐらいの、希釈液を今度は噴霧するということで、家畜の糞尿の脱臭ができるというふうに脱臭効果が期待できます。次に、土作りの時にやはり50倍から60倍に薄めた木作液を土に混ぜ込むと土壌改良に役立つということが期待できます。次に植物の活性化ということで、実際に夏野菜などが弱ってきたというような時、株元に500倍ぐらいに薄めた希釈液を灌水するということで根が丈夫になって植物が活性化する。または1000倍ぐらいに薄めた液体を噴霧する、葉に噴霧することで活性化が期待できる。で、合わせて害虫の忌避効果もありますので、いろんな用途に使えるということをまず覚えていただきたいと思います。実際に木作液を希釈する方法をご案内します。一つは葉面に散布する希釈液で1000倍の希釈倍率にしたいと思います。それからこちらは株元に灌水するもので500倍の希釈倍率にしたいと思います。まずこれは約500ミリリットルの容器に水を入れました。1000倍の希釈倍率にしたいと思いますので、約 0.5cc の木作液を取りますが、このようなものを使っていただくと簡単に測れると思います。はい、これで約 0.5cc、取れましたので、これを先ほどの水に入れていきます。これで1000倍の希釈倍率の液ができました。こちらはジョウロに約5リットルの水を入れましたので、500倍の希釈倍率にするときは 10cc の木作液を測って希釈してください。はい、これで希釈液が完成しました。こちらのピーマンは根が弱って活力が落ちてきているようです。こういうような場合は
株元に希釈液をたっぷりと灌水します。土に染み込んで根に届くぐらいの量をやはり、灌水してあげてください。この場合約1リットル近く、吸い込みますので1リットル程度あげてください。合わせてこちらのナスも元気がないようなので、やはり同じく灌水をしておきましょう。この作業は週1回ぐらい様子を見ながらやってください。1週間ぐらいでかなり効果が現れ始めるのと思いますので、効果が出て元気が出てきたら木作液の使用はやめてください。こちらのキュウリはやはりかなりなり疲れで株が弱ってきているようです。このような場合葉面に全体的に散布してあげてください。害虫被害が多い時も同じようにこの葉面散布が効果を発揮します。3日ぐらい連続して葉面散布をして1週間ぐらい置いて様子を見てみるということが基本的な使い方になります。特に野菜の実にかかっても問題はない有機の資材なので気にしないで全体によく散布してあげてください。続いて土作りの際の木作液の使い方についてご説明します。土作りをこれから始めるというところに木作液を散布します。木作液の主原料の中には酢酸が挙げられます。酢酸は土壌の微生物を活性化する効果がありますので土作りの際に約100倍に薄めた木作液をこのように散布した上で施肥をして耕して畝作りをすると微生物が活性化しますので肥料の分解も早く進みますし土そのものが微生物の力によって暖流化しやすいということがありますので木作液は非常に効果が高いものです。100倍ぐらいの希釈液を作りますので5リットルの水に約50ミリリットルから100ミリリットルを入れて配合した希釈液を作ってください。では入れてみます。非常に酸性が強いのでよくすすいでおいてください。これから夏野菜の残渣がたくさん出てくるわけですが夏野菜の残渣の場合水分量の多い残渣が多くなりますので匂いも当然多く発生します。この巨大化したキュウリや実の割れたトマトの残渣は非常に水分を多く含んでいますのでかなり匂いを発生させます。これを防ぐために週に1回程度木作液の希釈液を振りかけておけば匂いがかなり防げます。住宅地などでコンポストをやる場合木作液による消臭効果はかなり期待できると思います。それでは実際に散布してみましょう。はい、全体的にかけます。微生物の活性化も促進するので分解も早まります。ですので一石二鳥の効果があるとも言えますのでこのような活用をしてみてください。これは2平方メートルぐらいの面積ですけれども約5リットルの木作液の希釈液を散布しました。心なしか匂いも薄くなったようです。これから残渣がたくさん出てきますから1日残渣を捨てて山積みにしたら木作液をかけておく、でさらに山積みにしたら木作液をかけておくというようなことで匂いがかなり低減できると思います。ご自宅で生ゴミなどが匂うという場合も利用できると思いますのでぜひやってみてください。それでは質問コーナーです。こちらの過去の質問コーナーの動画にコメントをいただきました。油中の葉をすき込むと土の消毒効果があるのは木島先生の本によく書いてますというコメントをいただきました。この件に関しては私はよく調べていないので分かりませんから木島先生の本を読んで調べてみたいと思います。ただ生の野菜の残渣をすき込むと土の中の線虫のバランスを崩してしまう可能性もあるのではないかと思います。残渣にして堆肥にしたものをすき込むというのは非常に効果があると思うんですが生の野菜をすき込むのは
良い効果もあるかもしれませんし、副作用が出る可能性もありますので十分注意が必要だと思います。もう一度よく本を見てみて、納得ができたらさらに、質問コーナーでお答えしていきたいと思います。他の方々とも、農業知識について意見交換をして調べていきたいと思います。コメントありがとうございました。今日は木作液の使い方について、お話をさせていただきました。この動画が面白かった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。